開会させていただきます。本年は3年ぶりの神輿渡御となります。皆様元気いっぱいに奉祝行事に参加していただきたいと思います。それでは皆様と共に君が代を斉唱したいと思います。 ここから2人並びくらいできた。
して建国記念の日おめでとうございます。本日は皆様におかれましては寒い中早朝よりお集まりいただきまして大変お疲れ様でございました。本年もまだコロナの影響で例年通りのパレードとは なりませんでしたが、それでもこのように経典をほとほぐことができましたこと、準備委員会員を代表いたしまして厚く御礼申し上げます。国内でコロナの感染が確認されて3年余り苦難が続いておりますが、このような日だからこそこの建国記念の日に国の成り立ちに思いを馳せ、幾多の苦難を乗り越えてきた先人たちを偲ぶことが大事なのではないでしょうか。近い将来のこの日は全世界に向け胸を張って我が国の誇りと伝統文化を示すべく全国に打ち揃って政府祭による公式行事ができますよう皆様のさらなる結束と拡大を切にお願い申し上げまして、令和5年後期2683年の建国記念の日奉祝パレードをここにおられます皆様方全員のお手頭を拝借いたしまして大締めの手締めをしたいと存じます。神武天皇建国の理想を胸に高祖高僧のご聖徳に感謝し、ご皇室の弥栄と我が国の正規の回復と皆様のご健勝をご祈念申し上げまして、お手頭拝借よありがとうございました。で、担ぎ屋さん、担ぎ手の方はもう歩道の方に上がってください。今ここは搬入車両を入れますので、よろしくどうぞお願いいたしますもう一枚、はい、じゃあこちら行きます、はい、行きます、こちらです、こちらです、はい、行きます、はい、もう一枚行きます、はい、ありがとうございます、はい、行きます、Thank you.
というわけで。